まあ、僕の今日のスクールで、皆さんに学んでいただきたいことはですね、この、体幹ですね、体幹、体幹をね、体幹をしっかりとほぐせるようになっていただきたいということですね。人間の体こうありますよね、こう頭があって、これね、絵描くといいですよ、皆さんこう覚えるときね、こう頭があって、首があってね、で肩があるでしょ、でこう腕がこうありまして、でこうなってて、これまっすぐ見て描かない絶対ね歪むんですよ、これこうね、こうなってて、こうあふにこうなってると、で、頸椎が 1,2,3,4,5,6,7 ね、7番目で、胸椎 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個ありますね。でここで腰椎が 1,2,3,4,5 とここ仙骨があると、でここに肩甲骨がねこうあると、肩甲骨聴覚内の角で下角、こういうふうにね、まあ、うまく描けました。体幹ってどの部分だっていうのは、この上、頭部と上肢、腕と下肢、あ、ね、足を除いたこの部分ですね、この部分、この部分をしっかりとほぐせるようになっていただきたいと。何かというと、マッサージので、ね、こうお客さんで来られる方々っていうのは、大体首、肩、あと背中、腰がっていう、もう腕のここがだるいからっていう、そこだけの示唆で来る人っていうのはあんまりいないですよね。やっぱり首、肩、背中、肩甲骨周り、腰だのっていうところの、やっぱこの体幹部分のお疲れで来る方がやっぱ多いじゃないですか。でその中でもやっぱりね、多いのはやっぱ、肩こりだったり首こりっていう風なんで、もう僕はその中で体幹の中で特にこの辺りを重要視してますね。この辺りを体幹の部分でも結構上の方をねやって、重要視しております。なぜかというと、やっぱここをこの部分、まだ肩はいいんですけども、この部分特にここですね、特にもっと狭く言うとこのエリアですね。このエリアはもう本当にね、なんともならないですよ。首とか肩とかってね、こう触れるでしょ、自分でもこうやって。あ、なんか首凝ったなとか、肩痛いなって触れるじゃないですか。今年腰もこうなんとなくできるでしょ、こうやって。で腕とか足もなんとかできるじゃないですか。ここはできないんですよ、どうしても。自分では。辛い場合は、ああいう角みたいなね、ああいう壁の角のところでこうぐりぐりやったりだとか、あとはまあやっぱね、人にやってもらうと、マッサージしてもらうっていうし、方法でしかやっぱほぐせない。まあ、あとこう体操したり、ヨガしたりだとかね、そういう風でやってますけども、どうしてもこの部分っていうのは人間ね、現代人は固まりやすいんですよね。作業まんまないでしょ？ああいう職人の方だったりとかだとね、こういう地張りやる人だったら、こういう風な作業するじゃないですか。毎日。手上げてるんですよね。人間こうやってちゃんと動けるのに、こんな動きってそんなしないですよ。体操とかしてる人だったら別ですけど。だから日々のその生活の中で、どうしてもこの、肩甲骨の動きが悪くなってるんですよね。あとはまあストレスだったり、同じ姿勢の持続だったりっていういろいろ理由はあるんですけども、特にこう背中周り、こう肩甲骨周囲が凝りやすいと。でここの、背中の筋肉だったり、この脊柱起立筋と、ね、背骨を、この脊柱を支えるためのこの筋肉がこうあるんですけども、そこの部分をねしっかりほぐせるようになっていただきたいですよね。うつ伏せでやるときにやっぱね、一番大事なのはこう背中のところをねしっかりほぐしてあげて、楽になってもらうっていうのが、大事なので、効かせてる感、あ、自分がこうやってて、あ、これ効かせてるなっていう感覚と、あとはそれってどういう感じなのかなっていうのも体験していただいて、あ、これが効かされてる感覚なんだなっていう、自分が効かされてるなっていうのと、効かされてる感と効かせてる感をちゃんとこうね、頭の中で一緒になるように、その後のこの施術の中で練習っていうかね、勉強できるようになってきますから、まあ、人間の体ってね、大きい小さいとかね、ありますけども、体格の大きい人、筋肉がの発達してる人とかね、野生型の人とかいますけど、筋肉のつき方っていうのはね、皆さん一緒ですから、筋肉の大きい小さいとかもね、発達してる発達してないもありますけども、勉強するときはね、絵を描くといいですよ。なんでノートでもね、チラシの裏でもいいですけども、こう頭がありまして、ね、頭があって、で首がこうあって、あで肩があって、でこうまずね、ね、腕があってっていうね、こういうのをね、描けるようになるといいですね。これはあの肩甲挙筋っていうね、筋肉なんですけども、肩甲骨をこう上げるための筋肉ってやつですね。筋肉の名前ってこうね、その作用だったり、形だったり、どこからどこにくっついてるかっていう風で、
名前がね付けられてます。この青いのは腱ですね。腱マッサージする上でこう効かせたいとかね、こう何ですかね、こうほぐしたい場合はこの腱をね狙ってね、なるべくマッサージするといいと思います。そうするとね効果的にほぐせますからね。あとここにあるのは、ここにもね小腸頸筋っていう筋肉があります。あとはここに大腸頸筋っていう筋肉があります。もうね分かれてますね、一応こういうふうに。ここもこの腱があると、腱、腱、腱、極突起にくっついてますね。で一番その上にかぶさってる僧帽筋という筋肉がこうずっとこういうふうにあります。こうってね12番目からもこう伸びてます。でこれの起首と停止、あそう起首と停止ですね、筋肉は起首と停止というのに分けられてますね。ここがこうずっとこう起首がずっとこうあるわけですよ、脊柱の際にね。ほんで停止がこの部分、こんな感じ、こういうふうになってます。まあ、DVD の中でも言ってますけど、やっぱここのね筋肉の起首と停止をしっかりとねほぐせるようになっていただきたいと。でなおかつその下に一番奥にあるこの脊柱の起立筋ですよね。脊柱の起立筋はもうこの本当に中をこうね走ってます。DVD ではねソーセージ君、そうめんちゃんなんて言ってますけども、まあその辺をしっかりとね、この辺をしっかりとほぐせるようになっていただきたいと。あとはまあ腰なんですけどもね、腰のとことかと。このやつはまずねお一人ずつやって効かされ感を味わっていただきます。僕がね直接やらせていただいて、肩周りと肩甲骨周りと、あとは脊柱起立筋のほぐしですね、それをちょっとやっていきたいと思いますので、じゃあお一人ずつ受けていただきたいと思います。この感覚を本当何度もねこう練習していただくといいと思いますね。1,2,3でこういう感じ、この瞬間効いてますよね、この瞬間。その後のこの施術の中で練習っていうかね、勉強できるようになってきますから。